秘宝、チェルシーというビッグクラブがガチで終わってるもよ。降格圏と9ポイント差、ランパード就任後6戦2ゴール12失点勝ち点0、4月と2月ゴール数1、怪我人だらけのアーセナルの控えメンツにボコされる、OB にブチギレられる、チアゴシウバとマウントもブチギレる、860億円以上かけて順位を12位まで落とす、短期間でツヘルとポッターを解任する、オーナーがロッカールームで暴れる。すまんもありだろ、これ何がビッグシックスだよ、もう無茶苦茶だよ。弱すぎてもはや、兵負けたんだとしか思わないし。意味わからない次元の弱さだってマジで。何がしたいんだあのクソオーナー。オーナーから変えないとチェルシー積んでる。ポッター解任してポッター以下を監督にする外事クラブ。ポッター解任します。ランパード持ってきます。なんだこの機械フロント。豪快な金の使い方しての結果がこれ。860億使って12位は草。金に物言わせたクラブの末路。カンテさんも解放しろ。アーセナルがもらったるわ。金の使い方わかってるちょい金持ちマドリート。金の使い方知らないクソ金マンクラブチェルシー。なんでこんなに戦力に差があるんやろ。金だけあるからフロントやめなさそうなのが笑える。ゴール数2月と4月1ってマジ？やばすぎだろ。ランパードも監督としてのキャリア完全に終わったよな。ポッター末期あたりの改善されかけてたところまで崩してもうたし。ランパード就任後6戦6敗は想像以上にひどくてくさ。